改めまして皆さん、明けましておめでとうございます。なんでよ、ね、いやこんばんは。よかったよかった。これでもね、まあちょっとフライングがありますけどね、私たちはね。いやアリスさん、よろしくお願いします。メロキさん、どうも。その説はいろいろね、これきびだんごの画像を見ていただければ分かりますけど、右上のランタンのマークはウーピンって麻雀のね、一番こうなんかいい言いましたね、ウーピンなんですよウーピンカンチャンズモみたいな感じで、ということで今日は一つこの年末のひとときを私たちと良い時間をね、過ごせるように努力しますんで、神田さんどうも。あ、マレットも来た。猫飯もいる皆さんこんばんは。チミ毛量いろいろいますね。あ、元マサトさん、いろいろチミ毛量じゃないということで、第1曲目、雪が降る日に聴いてください。デッチ君ありがとうございます。ヨギさんもありがとう。先ほどはヨギさんどうも助かりましたと。みぞれちゃんもね、九州から、はるばるユートピアへ来ていただきましてありがとうございます。西さんもお久しぶり。その後お元気でやってるでしょうか。はい、ギリで拍手。いやということで、私たちのこのバンドはね、今日でね、まあ3日目なんですけど、実質は2日目ですね、合わせて。いきなりもう合わせまして、
ギターを勝さんっていう人がね、東京に住んでますけど、はい、どうもこんばんは。そう、勝さんがね、来てくれて、初め僕ギター1台でやる予定だったんですけど、とっても助かりました。年齢もまだ若くて、57歳ですね。3人今赤いちゃんちゃんって言って演奏してます。これ本当の話ですよ。私まだ来てないですか。あ、来て全員来てませんね。いやいやや、いやいやということで、私たちはメインの女性のボーカル、ひろちゃん、はい、岡山県のね、はい、ビルの谷間からやってみましたけれども、今度はね、ひろちゃんが歌いますね。ちょっと古いんですけど、この中で戦争体験者っていうのはほとんどいないと思う。僕はあの日露戦争と日清戦争に行ってきましたけどね。はい、ということで、大丈夫ですか。はい、戦争は知らない、行ってみたいと思います。花が好き、
りょうこさんどうもありがとう。マンチさんありがとうございます。ゆりちゃんもね、いろいろ助けてくれてありがとうございました。今日はね、どうしようかな。それぞれなんか、来年の抱負とか、そういうのを聞きたいと思うんですけど、さっきリハーサルやったら、そんなもの何も考えてないって。二人はそういう意見でしたね。それで話終わっちゃったんですよ。来年の抱負も何もないっていうような。確かに俺もよく考えてみたらもう何にもなくて、来年はまあかろうじて生きていればそれでいいからみたいな、そういう感じでしょうかね、はい、ということで、けれど生きている、聞いてください。
どうもありがとうございました。いや、こんなに拍手をねもらったことないんですよ。あれは こんなに人が入ってこう84人で中に入ってる35人でね、これはすごい状況になってますね。あ、奈美ちゃんどうもお久しぶり。月夜のうさぎさんね、どうも来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ユミカさんもありがとうございます、はい。今日は俺ものすごくなんか自分であのいい人ぶってますね、はっきり言って。いや、これは本来の俺なんですけどね、本来のこれは俺なんですけど、間違いなくね、はい、いやいやいや、はい。ということで、あの私たちはあのヒロちゃんと一緒にあのこう歌を僕と交換 でもうどちらかが歌ったらどちらかがハモると、そんな感じでずっとあのやってますけれども、優しさとして思い出としてこれをちょっと行ってみたいと思います。
ました。ヒトさんありがとう。ちょっといきなりしくじってしまいました。まあこういうこともあるでしょうね、ライブならではというか、ということで時間が、はい、もう行きましょう、はい、次々と、はい、すいません。私たちはもう随分、まあ、この二人はまだ若いんですけど、僕は結構年取っちゃってまして新しい歌何一つって分かりませんね。もう記憶もなかなかもう最近の記憶は定かでないというような感じなんですけれども、昔の歌はでもよく知ってまして、川の流れにこれを、これは多分同じ世代の人はね、よく知っていらっしゃるんではないでしょうか、はい。こういうことがあるでしょうね。ちょっとね、いやいやいや、ありがとうございました。ちょっともう心にちょっと迷いがありましたからね、僕ね。こういうことがあるんですよ、はい。
残る時間はあとまあ10分ぐらいですかね。2曲、はい、いきましょう。さっと、はい、さらっといきますね。加藤登紀子さんと、これなんかもともとなんかアルゼンチンとかあっちの方の音楽みたいですけど、ちょっと表示が難しいですね。なんか8分の6拍子、こんなのは日本にこうないんですけどもね。ということで、灰色の瞳を聴いてください。最後はね、ありがとうございます。あのね、もう早いですね。早いというか、あっという間に時間が過ぎまして、面影色の空、聞いてください。ワン、ツー、ワン。
き面影色の空を忘れました。飲みかけのグラスに映った空を忘れました。あの日の君は笑いさえも浮かべていた。まるで僕の後ろ姿によろしくと言いながら、それが季節、とっても寒い季節。ガラス窓の隙間を見つけては、狭い部屋の中へ。なぜか寂しい夕暮れ時、風が優しかった人。いつか君が忘れていたレンガ色のコート、僕には少し短すぎて、とっても着れそうにない。思い出として君はここに置いて行こう。部屋の明かり消しながら、また会うその日まで、また会うその日まで、また会うその日まで。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。良いお年を。メリークリスマス。メリークリスマス。ありがとうございました。